침범. 今渋谷大変にぎわっております。今日はですね、ハロウィンでございます。 ハロウィンといったらディスクローズ、ハロウィンというと慣れない証拠があるじゃないですかね。じゅ、なので、僕たちはディスクローズは、ハロウィンの渋谷に突撃しますよ。いやー、行きたかったね。じゃあ何するんですか、ハロウィンは。いや、ただ、俺たち行ったら女の子をやっぱインタビューするわけじゃない。そうだね。女の子のおっぱいも見たい、お城も見たい。ただ、やっぱ丁寧に行きましょう。まずはインタビューから入りましょう。インタビューから入りましょう。やっぱり盛り上がってるんで、みんなね、女の子は。 だからインタビューからまず入ります。盛り上がってるからね。じゃあまず初めに挿入でいいの？まず初めにこう。まずはですね、インタビューから入って会話を女の子盛り上げましょう。結論。 結論。近いって一緒に飲み会じゃないですか。今ですね、ハロウィンは、まあ今コンビニとかもそうなんですけども、 お酒がね売ってないんでございます。そうなんです。今なので、今路上で多分お酒を飲んでる方はあんまいないんですよ。イッツシラフ。おお、オールシラフでございます。だからやっぱり女の子ってお酒を飲みたいなってなるわけですよね。ってなった時に、これは食事に行きましょうと。うまいな、お前。ハロウィンでテンションも上がって、そうなんでございますよ。おっぱいも強調した状態で 開放的になって僕らとも開放します。僕らを開放します。そういうことですね。オッケー。仮装はどうした？仮装はこれではいけないですか？だって仮装なんてね、聞いてないですよ。チンチンぐらいついてんの。今日、なんとご用意しました。あら。皆さん、さすがにね、ハロウィンだからね。皆さん、こうしてみてください。で、一回せーのでパンって手を叩きますよ。手を叩きましょう。せーの。はい。ということで、 仮面ですね。サプライズ。あ、でもいいじゃないですか。メンバーから直接ね。いいでしょ。いいですよ。そう。だからこれをつけて、女の子、エロい女の子をインタビューして、その気にさせて褒めまくって持ち帰る。今日はそういう企画です。うわ、なるほどね。じゃあ皆さん、行きましょうよ。夜の街へ。トリックはトリート。はい。チーズ。チーズ。どうなんだ。 ラブホでお願いします。この後はどうするんですか？もう帰って私たちはもう二人で飲むのか。
痛っ。あ、さっき飲んでた。これから2軒目。いや、2軒目じゃあとりあえずプリキュア撮ったら僕たち飲みに行きましょうか。行きましょう。行きましょう。じゃあありかな。あり、ありでしょ。実際ありかなしか。なしです。なしで。ありえるのなしか。ちなみにこのワンサイズがいくらぐらいですか？今年は4000円ぐらい。でっかいのそれで2000円。ちなみにじゃあこの後は予定あるんですか？3時間入れ食いよ。入れ食い状態。入れ食い、マジで入れ食いだった。いや、すごいね、うん、やっぱハロウィンの力、これはハロウィンマジック、すごかったわ、本当に。ただね、持ち帰りが、あ、でも、俺はおっぱい揉めたからいいかなって。おっぱい揉めたもんね。ということで、皆さん、まあ、来年のハロウィン渋谷に繰り出して、絶対に女の子とイチャコラしてください。